ゴットワルトの立像を左には、スターリンの立像が立っているクレメント・ゴットワルトは、チェコスロバキア共産党の指導者。チェコスロバキア共和国首相、チェコスロバキア大統領を務めた。チェコスロバキアの独裁者として知られる。オーストリア・ハンガリー帝国のメーレン、ビシャウにて、農夫の子として誕生。 1921年のチェコスロバキア共産党の創設に関わった。1925年より同党中央委員会委員。1926年より同党の様々な要職を務めた。1945年から1953年、チェコスロバキア共産党委員長。1945年から1946年、副首相。 1946年から1948年、首相。1948年から1953年に、大統領を務めた。1945年、チェコスロバキア元大統領で、ロンドンのチェコスロバキア亡命政府の代表であった、エドバルド・ベネシュが、ゴットワルトと政権を組むことに同意する。1946年の選挙で、 共産党が総得票数の38%の信任を得て勝利し、同党党首だったゴッドワルトは、チェコスロバキアの首相に就任した。1948年2月、勝利の2月により、政権を掌握。同年6月7日、ベネシュが大統領を辞任し、これを受けて6月14日に、ゴッドワルトが大統領に就任する。ゴッドワルトの政府は、 工業や農業の国有化を積極的に進めた。ゴットワルトはスターリン主義者であった。このため政府内からソ連に反対する勢力を排除するために、まず非共産主義者を排除し、続いて共産主義者の粛清も行うようになった。ゴットワルトにより粛清された人物は、元共産党書記長のルドルフ・スラーンスキーや元外務大臣のブラジミール・クレメンティス。 グスターフ・フサークにまで及んだ。スラーンスキーとクレメンティスは、公主刑に処された。フサークは、終身刑で済んだが、後に名誉回復され、第一書記を務めた。1953年3月9日のスターリンの葬儀から戻った5日後に、肺炎で亡くなった。心臓病に加え、深酒と梅毒が原因だという。遺体は、処理されて、 それを収める霊病が建てられたが、1962年に撤去され、遺体は仮装された。民主的な選挙で共産党が獲得した得票率としては世界一であり、現在まで破られていない。1948年2月21日に撮られた写真でゴッドワルトとクレメンティスが並んで写り、ゴッドワルトがクレメンティスから帽子をかぶらせてもらう。 有名な写真があった。クレメンティス粛清後は、写真は修正されて、クレメンティスの姿は消され、彼の帽子だけが写真に残された。この写真を撮影した、写真家も処刑された。フランソワ・フェイト、スターリン以後の東欧熊田通る役、岩波書店、1970年10月24日、3版6ページ。 このため晩年のゴッドワルトは酒を控えねばならなかったが、スターリンと返した際に彼から酒を勧められたことがある。これを断るのは、ともすれば政治生命を断たれかねないことだったので、その場にいたマルタ夫人が夫の代わりに飲むことをお許しください。同志スターリン。二人分飲みますわと二人分のコップを飲み干してことなきを得ている。ありがとうございます。